これ前回始めた時気づかなかったけど、凛ちゃん泣いてますね。これ誰だ泣かしたの。めっちゃ牢獄が華やかになってる。もてなされまくりじゃん。どうしたのこれ。ハーブティーはお好きかしら。はい。それよりも私たちは今何をしてるんでしょうか。お茶会というものですわ。ご存じなくて。いや見たらわかるけどね。あ、それは多分そうだろうと思ってましたが、どうして。華麗なる私様がいるからには、たとえ牢屋だろうと綺麗でなくて、華麗でなくてはなりませんわ。まあ確かに急いで運ばせたので多々不満なところはありますがカーペット曲がりまくりよ。なんだか調子が狂いますね。もっと怖い人を想像していたのですが、なんだかいい人みたいです。でもやっぱり個性的だね、キャラクターはね。前回以上にそれが濃くわかるな。いや、怪盗なんだから悪い人なんでしょうけど。まあそれは確かに。あなたはなぜ怪盗を。お金のためですか。私様はお金などに興味はありません。お金が欲しいのであればお金を盗めばいいだけの話じゃないですの。確かに。それはそうですね。この世の全ては私様を華麗に彩るためだけに存在していますわ。だからそれらを集めて全てを私様の手元に置くのは当然のことでしたよ。それに張り巡らされた罠、多くの警備、捕まったら終わりという状況を華麗にかいくぐることで、私様の華麗さはさらに引き立ちますの。なるほど、自らを輝かせるための行為なんだね、怪盗は。つまり華麗なる私様は華麗なる私様のためだけに華麗に生きているのですわ。ちょっとなんか華麗が渋滞して今頭がおかしくなりそうだな。クラクラしてきたわ。そういう考え方少し羨ましいです。あら、凛ちゃんのこの表情多分初めてじゃない。私の周りにもそういう考え方ばかりで。ならばあなた様が変なんですな。考え方を改めた方がいいですわね。バッサリだな。というわけで私様からあなた様に質問をして差し上げます。あなた様は一体何がしたいんですの。私がしたいこと。なんかもしかしたら怪盗赤ずきんは凛ちゃんを変えてくれるかもしれないな。一皮剥いてくれるかもしれないね。ふん、なるほど。つまりお前たちの行動をまとめると、オークション直前からの行動表。オークション1時間前、エリーゼニクラスは部屋で待機、ベルント電気室前警備あったね、パンドラオーナー室で待機、エイミー中庭を警備、臨時室、オークション前半が食堂で食事、オークションパンドラに同行などなど。まあこんな感じか。まあ皆さんちょっと各自で一時停止して気になる方は見てみてください。こうなるわけだな。この行動表は メニューのメモからいつでも確認できます。ちょっと後で僕はなんかカット中にでもパートの合間にでもちょっと見てみますね。かなり時間が限定されてるみたいですけど、なんか理由があるんですか。まあその通りだ。お前たちは知る必要がないことだがな。ノインテーター様がそれでいいなら僕も構いませんけど、あと凛ちゃんの行動はどうしてわかってるんですか。あいつが着ていたドレスには俺の血を少々つけていたからな。一つの範囲内ならばどこにいるか把握できていた。あら、行動を常に監視してるなんて変態ね。お嬢様を監視するなんて。お前たちはアホなのか。ああ、それ凛ちゃんだけのやつだったのに。凛ラインバイスは何をしでかすかわからないからな。俺の邪魔をされないようにするためだ。今もその地で凛さんがどこにいるのか分かっているんですか。さすがにそれは不可能だ。それゆえの心臓だな。なるほど。それよりも今は確認すべきことが多々あるが、まずはとりあえず監視カメラで確認しちゃえばいい感じですよね。そうだな。そうすればお前たちの証言が正しいのかどうかある程度は確認できるな。あ、ていうか入れ替わってた人はじゃあ赤ずきんとグルってことなのかな。そうなっちゃわない。だってじゃあ僕が確認してきましょうか。ふん、面倒だが俺も同行しよう。
この目で直接見たい場所があるからな。お、どこだろうそれ。聞き込みとかもしちゃいます？ふう、探偵っぽい。あら、オーナーであるエパンドラとの聞き込みはおすすめしないわ。え、なんで？めちゃくちゃフレンドリーなオーナーだと思うんだけどな。だとしても少なからず萎縮はするわ。それに自分だったら点数稼ぎのためにあることないこと言っちゃいますね。こういう人間だっているもの。ベルント君、何気に影響力あるんだよね。主にマイナスの方向に。絶対従業員に少なくとも何人かこいつに影響されてサボったり、なんか飯をとにかくもう出たご飯にありつけありつけって食べたりしてるやついるんだろうな。そうか。ではエミ、お前が共に来い。は？ふざけてるのかしら。嫌に決まってるでしょ。なんで？主からの命令だ。あら、それなら無理やり支配して従わせたら？ああ、力を失ったあなたには無理だったわね。すっかり忘れていたわ。忘れないでツバイ。本当の私はあなたのことを殺したいと思ってるんだから。わかったわかった。お前には頼まん。ここの二人の関係性もまだちょっと謎が深すぎるんだよな。これ今回とかもしくはまあ次回の中にあるのかな。出てくるのかな。あら嬉しい。というかそもそも聞き込みの対象が人間なんだから人間の方がいいに決まってるわ。え、これ流れ的にニクラスさんになる流れじゃない？この二人どんな関係なのでございましょうか。ねえリーゼちゃん、なんか聞いてくんね。ポロッと聞いてくんない？なんだかいろいろとありそうですね。めっちゃ気になるわ。はあ、リンラインバイスがいれば都合が良かったんだが、そうなるとある程度はこのホテルに詳しくて誰であっても話ができるような人物がいいわね。ということは誰と行動を共にするべきか。まあ、間違いなくニクラスだろうな。その貴族ということか。あと二人はもうダメダメのダメですから。ベルントがダメダメのダメダメのダメダメのダメぐらいだとすると、まあエリーゼちゃんはダメぐらいですね。お恥ずかしいことに私は一部の貴族の方々はよく思われていないようでして。え、そうなの？聞き込みの対象がそのような人だった場合はお力になれないかと。あ、そうなんだ。使えんやつだな。あ、やべ、これミニゲーム失敗したことになるんじゃない？ということは、え、あ、でもそうか、逆に影響力があるからベルント君のがいいのか。警備員、残念だがお前が適任のようだな。ちょっとベルント君のことはあのダメダメ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 と思いすぎて、ちょっと完全にあの眼中になかったですね。すいませんでした。なんでそんなに嫌そうなんですか。確かに自分ならホテルの設備にも詳しいし他の従業員との仲もいいですし、お客様も萎縮しませんよ。完璧じゃないですか。条件だけを考えればそうなるな。いやー、オーナーや吸血鬼様のお役に立てるなんて光栄だな。仕方ない、足だけは引っ張るなよ。任せてください。不安だ不安だな。とりあえず手錠はつけて歩くか。じゃあ僕たちは何をしてたらいいですか。バラバラに動かれても面倒だ。どこか一箇所にいろ。だったら作戦会議をした部屋にいますね。あそこなら従業員もめったに来ませんし。うん、わかった。おお、とりあえずそれぞれのみんなの動向は決まってきましたね。これからの。さて、まずは監視カメラの映像の確認だが、それとともに聞き込みなども行っておく。わかりました。案内なら任せてください。とりあえずこの場所をもう一度見直してから監視室とやらへ、向かうとするか。わかりました。おお、監視カメラとか見れんだ。ベルントと一緒にホテルの中で聞き込みを行いましょう。これから二人が出会う警備員や従業員は嘘をつきません。あ、これ重要そうですね。捜査を始める前にリンラインバイスが調べてきた人狼に関する情報も思い返しておくか。前回リンが集めた怪盗若月に関する情報がメニューのメモに追加されました。まずはこの外帳を調べてみよう。まあ壇上とか席とか、まあ特にあの割れたガラスとか調べていくか。情報1、あーすげえいっぱいあるな。じゃあこの辺ちょっと全部見ていきましょうか。まあ、まずこの辺を相対的に見ると、まず扉、これ銀製の扉ですよね。
が、ちょっと空いてたのにそれを分かってても、窓から入った。もうこれは目立ちたがり屋ってのとプラスで、あ、まあ、目立ちたがり屋ってのは今回これ考慮されてないのかな、分かんないけど、まあとりあえず銀が苦手だからっていうので窓を割って入ったわけだよね。でまず玉ねぎが食べられない、それから百合の花の香りが苦手で、これ、火事の現場で口を押さえてたのはこっちと比べて分かる通り、煙が苦手、まあ、匂いも含めて多分煙が苦手ってことなんだよね。でこの銀の、扉出てきていたっていうのでこれと相違して比べてみて、銀が苦手、銀、百合の香り、玉ねぎ、煙が苦手っていう情報ですね。あとはこれさっきのアルバイのやつ、これもまあ後々ちょっと全部集まった頃に使っていきましょうかということで、じゃあまずは操作をしていきましょう。まあやっぱりこの割れたところ気になるよね。なんか今回めっちゃ親切じゃない？びっくりマーク出たり、なんかピコンマーク出たり。俺は極力水槽が視界に入らないようにしていたんだが、この石像ももともとあったものか？いやー、こんなものはなかったと思うんですよね。どっかで見たような気もするんですが、どこだったかな。これあれじゃないの、階段のところにあったさ、スイッチで動く女神像じゃない？違うかな？よく思い出す。あ、思い出しました。屋上ですよ、屋上。違ったわ。似たようなものがありました。屋上にあったものがここにあるということは、わかりました。この水槽を割るために屋上から持ってきたんですね。そんな目立つことをしてどうするんだ。でもこの水槽すごく分厚いですよ。石像を投げつけるぐらいじゃないと割れないと思います。石像を投げつける腕力があれば水槽ぐらい割れるだろう。確かに。実際怪盗赤ずきんは人狼なんだ。素手でこの程度の水槽を割ることなどたやすい。でも実際水槽は割れてて、石像がここにあるってことはそういうことだと思いますよ。割れた破片は全て流れてしまっているため、内側と外側のどちらから衝撃を与えたのか不明だが、石像は水槽を割るために使用されてはいないだろう。ということはこの石像はその場で掘った、魚の代わりに設置、置く気分だった。え、わかんねえ。その場で掘った？その場で掘って盗みなんて余裕だというアピールをしたわけですね。アピールの仕方が独特すぎるだろう。やっぱ違うか。どういう意味なんだじゃあこれ。はあ、他を調べるぞ。わかりました。めげねえな。え、これどういう意味だったんだろう、この石像。未だに分かってないんですけど、なんて言おうと思ったら、何これすごいな。ベルントとの探索における移動は、この全てこのマップ画面に置いて行います。かっこいい。用いて行います。行きたい場所をタッチすることでその場所へと移動します。場所の近くに表示されている数字はその場所で調査すべきものの数です。あ、めちゃめちゃ親切。いろんな場所で情報を集めましょう。とりあえずじゃあまずは監視室に向かおうって言ってたから監視室行きましょうか。あ、ここでもあれなんだね。ちゃんとこれメニュー開けるんだ。よくできてるな。ちょっと待って、石像、あー、わかんない。なんだろうな。魚の代わりに置かれた？魚と石像を入れ替えたとか？なんかこれでもし屋上行って魚がなんかいたりしたら可能性あるかもね。なんかそういう能力とか。まあ、とりあえず監視室行きましょうか。お、働いてるな。ここが監視室か。ちょっとここで待っててくれますか？自分が確認してきます。なぜだ。俺が直接確認した方が早いだろう。いくら探偵、しかも吸血鬼さんとはいえども、他のお客様の個人情報は伏せる必要がありますからね。嘘だろ。ベルントがまともなこと言ってる。お前偽物だな。わかった。お前が怪盗赤ずきんだ。大丈夫ですよ。自分に任せてください。本当かな？ふん。もっともらしいことは言ってはいるが、しばらく泳がせてみるか。お、監視カメラを確認したところ、二人同時に映ってる人物はいませんでした。あと、それぞれ部屋へ出入りするところも映っていたんですが、皆さんが証言した時間と一致します。さすがに部屋の中の様子までは分かりませんけどね。なるほど。つまり、あのメイドと貴族が部屋の中で何をしていたのか、わからないというわけか。別に何もしなかったと思いますよ。なぜお前がわかるんだ？ああ、いや、勘ですよ、勘。リーゼちゃんのことを信じてますからね。
ふん。パンドラはどうだ？オーナー室に行くまでや部屋からの移動時が気になるんだが。オーナー室の前には常に警備員が配置され されてますし、移動中も警備員を連れて歩く姿が映ってましたよ。オーナー室を出た後も自分と一緒でしたしね。ちなみに自分は警備員なので常に二人一組で行動していますよ。なるほどな。難しいな。今んとこちょっとまだ俺ピンとこないね。照らし合わせたらなんか見えてくるかもしれないけど。でも困りましたね。これで全員のアリバイがほぼ証明されてしまいました。なんか急にアリバイがアリババに見えたわ。開けごま。ということは、犯人は透明人間、犯人はいない、犯人は怪盗。え？じゃあ怪盗？当たり前だけど、犯人は怪盗若月ですね。これベレント君だから奴隷選んでも結局なんかバカな答えになるんですけど。何を当たり前のことを言ってるんだ。そもそも部屋の中にカメラは設置されていないんだ。いくらでもすり替わる方法はある。ですよね。自分もそう思ってたところですよ。はあ、次に行くぞ。はい。お、監視カメラが追加されました。まあ、今のところベルント君のせいなのか、そういうわけではないのか、有力な情報はそこまで集まってないですね。この辺なんか調べられるのかな、本とかあるけど。引き継ぎの日誌を読まないと。あら、偉いね。しっかりしてるわ。映像問題なし。ずっと画面を見てるから目が疲れるんだよな。なんか目より俺肩とか腰がきそうだわ。こんな椅子座ってたらずっと。はぁ、今日も残業かな。かわいそうに。労働環境大丈夫なんだろうか。頑張ってな、みんな。よし、じゃあロビーと通路今行けないので、あとはレストラン、屋上、中庭、地下1階通路か。まあ、さっき気になった屋上行ってみようか。調べられるところも多いしね。さあやってきました。あ、今夜も月が赤いな。綺麗だね、夜空が。これエンディングの背景と同じだ。かわいい。じゃあちょっとこの辺調べていきましょうか。どこを調べれるんだろう。これどうやって反対側行くんだろう。こっちから行けるのか。あ、行けるわ。調べるところ3つあるって書いてあったけど、どこですか。あー、これか。まずこれだね。これですよ、これ。水槽の中に入っていた石像です。いや、ここにあるんだから別のものだろう。当たり前じゃないですか。これと対になる石像があったんですよ。なるほどね。この反対側に。そう言われればそうだったような気もする。怪盗若月はここの石像を使用したのか。そうですね。あそこにあった石像を瞬間移動させた。持ち込んだ。盗んだ。え、じゃあ瞬間移動させた。瞬間移動させたわけですね。何のためにだ。じゃあどうして屋上にあった石像がオークション会場にあったんですか。カモフラージュだろうな。え、どういう意味ですか。思い出してみろ。赤ずきんが現れる直前に起きたこと。フィーバー、停電、胸焼け。まあ停電ですね。フィーバーすげえ気になるけど、まあ、停電ですね。なるほど、停電ですね。その通りだ。電源が起こり、停電が起こり、会場は暗闇に包まれた。だが予備電源が稼働し、すぐに復旧したな。その限られた時間にここから地下に行くには、つまりそういうことだ。なるほど、よくわからないということがわかりました。あ、やっぱり瞬間移動させる能力はあるから、女神像に捕まってヒュンって言ったわけか。お前には説明するだけ無駄だな。ん、違うな、待って。でもだってカモフラージュってことは、ん？となるとあれがどこかに。なんだかよくわかりませんが行きましょう。え、人狼って瞬間移動とかできるんですか。あんまりわかんないんですけど。ここひび割れてますね。どうしたんですか。黙って見ていろ。お、あ、出た、コウモリちゃん。帰ってきた。行って帰ってきた。なんだ。おお、出た。なんですかこれ。向こうの建物の屋上に放置してあったものだ。なんていうんだっけ、ジップライン的なやつ。さっき調べた石像の粉のようなものが付着していることから、石像を落下させるための仕掛けの一部だろうな。これでどうやって落とすんですか。そんなこと自分で考えろ。重要なのはこれがあったということだ。仕掛けから犯人像が割り出せることはない。わざわざ停電と同時に石像が落下する、仕掛けをしたということは、
つまり石像が嫌い、そんな気分だった。カモフラージュまあベルント君のことだから言われたことをそのまま返すんだろうな。侵入経路のカモフラージュに使ったわけですね。お、お前にしては冴えているな。あ、侵入経路のカモフラージュってことだったんだ。やべ、俺より今ベルント君のが頭いい可能性あるな。当然ですよ、推理小説を読んでますからね。それがどうした。それでこの仕掛けはどうするんですか。ここに放置していいだろう。他の場所に行くぞ。了解です。屋上の仕掛け、まあ、一応情報としては入ったな。でもなんか屋上は確か3つなかったでしたっけ。調べるところまだどっかあるんじゃないの。あ、なかった。やっぱり気になりますね。何がだ。皆さんのアリバイを聞いた時のことですよ。自分の推理では怪盗若月金はきっと昨日のうちに変身して紛れ込んでると思うんです。だから少なくとも今日一日の行動を聞くべきじゃないですか。そのことか。教えてくださいよ、一体どんな推理であの時間帯に限定したんですか。推理などしていない。俺はここで会ったのだ、怪盗若月金にな。え、どういうことですか。仕方ない、話してやろう。つまりこういうことだ。どういうことだい。リンラインバイスがいる部屋から飛び立った俺は月を眺めるためにこの場所へとやってきた。あ、あのタイミングか。だからさっきそういえばあったよなって言ってたのか、石像の話。屋上なんか出てないよなと思ってたんだよな。なんだあのリンラインバイスのつまらなさは。あいつの父親を殺した犯人を探している時と比べたらまるで別人ではないか。一体どうして。そんなことをこの俺が考えることがくだらん。せーの、おーおー来た。さすがはこの私様、人狼であり華麗なる怪盗である私様の前ではこの程度の距離などないに等しいのですわ。すげえせーのっつってたけどね。あのさ、僕はもっと安全な侵入ルートを考えていたんだよ。でもこれが一番早いでしょ。まあそうだけどね。あ、ジジと若月が喋ってんの初めて見た。てか俺さっきからもう怪盗若月は瞬間移動できるとか意味不明なこと自分で言ってたけど、よく考えたらさすがにそれはできないよな、人狼とはいえ。ちょっと推理がこんがらがってきた。俺一回整理したいな。まさか貴様が怪盗若月なのか。あら、私様のことをご存知とは、褒めて差し上げますわ。こんな小娘が。いや、なかなかいいではないか。我の相手としては合格だ。ちょっとそんないやらしい目で見ないでくださいまし。そういうことじゃねえ。そもそもそういうことは文通から。文通から何年前の話ですか。違う違う赤月、違うよ。あれが僕が話してたアルネだよ。ああそういう意味でしたのね。コホン、つまりあなた様がダンスパートナーというわけですね。それならばどうぞ小娘と侮ってくださいませ。その方が都合がいいですわ。どうします、この場で私様を捕まえようとしてみますか。ここで貴様と会うのは完全にイレギュラーであり、むしろ残念だ。推理の楽しみが一つ減ってしまったわけだからな。故に今は見逃してやる。せいぜい我を楽しませるための小細工でもするがいい。あら、ありがとうございます。ここで見逃したことをせいぜい後悔してくださいませ。まあ会話をした限りではあまり期待できないようだがな。おお、煽る煽るな。では我はこの辺で去ることにしよう。貴様との会話よりも満月の夜を飛ぶ方がよっぽど有意義だ。ちょっと待ちなさい。あ、行っちゃった。というわけだ。なるほど。って、そこで捕まえておけば心臓も盗まれなかったのでは。やばい、さすがにベルント君がまともなことしか言わなくなってきてて、俺もちょっと若干動揺してる。盗ませることが目的だったことは説明しただろう。ああそうか。つまり怪盗若月が侵入した時間を知っていたから、自分たちのアリバイも時間を指定して聞けたわけですね。ズルじゃないですか。は
いやー、さすがに名探偵ともなると事件前に犯人と遭遇できちゃうんですね。手のひらがもうギュルギュルギュルンっつって、もうほんとドリルの一番最高速ぐらいでディオンって変わったね。すごいな、尊敬しちゃうな。180度回転が世界一早かったな今。というわけで次の走者を始めましょう。殺されると思ったんだろうな多分。さあ、じゃあ残るは3つなんですけど、まあ、レストランと地下が2個ずつで調べるところが、で中庭が1個なんで、まあ、とりあえず少ない中庭から行ってみましょうか。さあ、ここはそもそも来たことないですね。中庭なんかこじんまりしてて可愛いね。たった5席で合計10席、少ないですね。大丈夫なのこれ、お客さんこれで満足するの。まあでもするんだろうな、お金持ちってこういうの好きなんだろうなきっと。で何をしてるんですか、なんか見てない。あ、ベルンド隊長どうしたんですか、またサボりに来たんですか。おー、もう認識が本当に隊長か。ちげえよ、自分は今怪盗若月に関する捜査をしてるんだよ。しっかりと協力するように。はっ、というわけなので何なりと聞いてやってください。なぜお前が隊長なのか未だに理解できん。だがそのようなことはどうでもいいことだな。まあそうだね、リンちゃんだったらもうちょっと、いや本当になんでってなってると思うけど。では問うが、貴様たちはいつからここで警備をしていた。今日は一日中この、中庭に配置されています。では途中からエイミーという女が合流したのは覚えているか。もちろんです、2部のオークションが始まる1時間前には一緒でした。2部のオークションが始まる1時間前、はい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 。とても綺麗な女性でぬいぐるみと会話をしていたことが印象的でしたね。ふん、ぬいぐるみと会話をしていたのであれば本人で間違いなさそうだな。あ、じゃあエイミーの線も消えたか。ちなみにオークションの間はずっと貴様たちと共にいたということは間違いないな。はい、一緒でした。なんかつまんないな、他にはなんか覚えてることないの。そうですね、あ、とてもいい香りがしてました。香水ですかね。うわ、女性の匂いを嗅いでたの、まったくお前は変態だな。そういうやましい気持ちではありません。なんか男の子同士の同僚の会話って感じで面白いですね。ただ知ってる香りだと思ったので印象に残っていただけです。冗談だよ。でもあれは確かに自分も知ってる匂いだな。なんで知ってるんだろう。お、ベルントも嗅いでるやないかい。知っている香り、そういえばリンラインバイスが集めた情報にも香りに関することがあったな。ユリの香りだね。あれはどこだったかは、ロビーですね。リンラインバイスが香りの情報を得た場所はロビー。てか映ってたね今ね。ロビーだったな、念のため確認しておくか。よし、貴様らに聞きたいことは以上だ。うん、協力ご苦労だったな。はっ、これでロビー行けるようになったりしたのかな。ちょっとマップ見てみようか。一応ロビーにも行ってみるか。お、ロビーの鍵が、おー、行けるようになった。なるほど、まあこれ最後の方に行こう。じゃとりあえず残ってる最初から空いてたレストランと地下1階通路、じゃあレストランから行ってみましょうか。さあ、あ、ここは人多いですね。ただ基本的に話を聞ける人は近くでびっくりマークが出るので、あ、いた、重要な話はここで聞こう。あ、こいつが自分と一緒にカジノで警備をしていた証人です。あ、それは確かか。まあ警備つうかサブイに近いですけどね。あー、もう態度が悪い。隊長スロットしながらタバコ吸ってましたし。え、ベルント君タバコ吸うの、いくつ。ベルント君っていくつだっけ、あれいくつだっけ。お前二十歳言ってなかったら本当に怒るよ。ん、警備員のセリフには気になるワードがあったようです。そのワードをタッチしてください。あ、そうだ、タバコだ、タバコ。こっそりと二人でタバコを吸いながら話をしていた。タバコを吸いながら、これですね。こいつはタバコを吸っていたんだな。自分もっすよ。いや、タバコ吸う人が全然いないから貴重な人材っすよ。まあ、タバコミュニケーションという言葉はありますけれども。なるほどな、まあ、僕はちょっとタバコ吸う人の気持ちがねちょっと分かんないですけれども。ああ、自分がタバコを吸ってるということはエリーゼちゃんには内緒にしておいてくださいね。ラインバイス圏にいた時も隠れて吸ってたんで、ハインツくらいしか知りません。おお、そうだったのか。うわー、知りたくなかった。ちょっとモヤモヤする気持ち。そんなどうでもいい情報は必要ない。次だ次。なんかよくわかんないですけど頑張ってくださいね。
おう、隊長に任せとけ。なんでこいつこんな偉そうな顔ができるんだ、マジで。本当にわからない、そこだけは。ベルント君タバコ吸ってんのかよ。別に違うの、タバコ吸うこと自体が悪いとは言わないけど、ベルント君がっていうところに重きがあるよね、やっぱりどうしても。ヘイマスター、そういえばメイドがオークション中は食事をしていたと言っていたな。これはあれじゃないか、もしかして玉ねぎの話出るんじゃないか。マスター超絶かわいいマスター超絶かわいい絶世の美少女であるエリーゼちゃんがここで食事をしていたんだけど覚えてないですか。おかしいなこいつの。いや確かにそうだよ、確かに超絶かわいい絶世の美少女ではあるけれども。はだからマスターが思わずはって返してるやん。それで伝わるわけがないだろう。めんどくさい喋り方をする女のメイドだ。あの喋り方も可愛いんじゃないですか。分かってないですね。まあ、それは一理あるな。ああ、あの5歳とか言ってたメイドか。やっぱ印象に残るんですね。覚えてるよ。水を床にぶちまけたり、手を滑らせてフォークを壁にぶっ刺したりしてたからな。お、損害出してるな。まあ、本人で間違いないかもしれないですね。いやー、行動まで可愛いな。まあ、それを可愛いで、くくれるベルント君はもしかしたら、彼女のその恋人として適任なのかもしれないけどね。それでよくメイドが務まるな。食事の内容は覚えてるか。もちろんだ。もちろんなんだ、さすがだな。急に吸血鬼さんが玉ねぎが入ってたのかどうか聞きたがっていたから何事かと思いましたが、人狼が食べられない食材なんですね。ま、エリーゼちゃんはバッチリそれが入った料理を食べていたわけですから、怪盗赤ずきんではなかったわけです。オークションの間はずっとこのレストランにいたみたいですし、怪盗赤ずきんが心臓を盗むという騒ぎが起きてから大慌てで出ていったようですしね。つまりここにいたメイドは本人である可能性が高いというわけだ。こいつからはもう聞くべきことはないだろう。行くぞ。了解です。エリーゼの動向が追加されました。いや、どんどん着々と進んでいくね。まあ、エリーゼちゃん、エイミーさんあたりはまあ関係なさそうではあるな。さあ、じゃあとりあえず最初から空いてたところの最後、地下1階通路行ってみよう。いや、この移動のあれ面白いな。あ、この人まず。あ、お疲れ様です。どこかで会ったか。ああ、先ほど警備中に見かけただけなのに慣れしかったですね。すいません。いや、元気な挨拶はいいことよ。ふん、それはいつだ。オークション2部の後半が始まる直前ですね。そんなことよりちょっといいかな。はい、ベルント隊長、何でしょうか。ちょっと今聞き込みをしててね、協力してもらおうと思ってさ。はっ。オークションの時に何か変わったことですか。ああ、2部のオークションの直前から最中にかけて何か印象に残っていることでもあるかと思ってな。そうそう、何でもいいからさ。申し訳ありません、特に思いつきません。くそ、ベルント隊長のお役に立てないなんて、きっとここで見かけられるに違いない。お、どうした。どこにそこまでこいつを信頼する、こいつを慕う要素があるっていうんだ。10個とりあえず並べてみてくれ。1個も思いつかないだろう。元気ぐらいだろ。元気よくサボらせてくれるぐらいだろ。2個だ。そして警備員をクビになり、次の仕事を見つけられる、路頭に迷って最後には。いや、なんでそうなるの。気にしないでいいからね。あ、もう行っていいよ。なんて慈悲深いんだ、神かよ。体調に対する媚びへつらい方が尋常じゃないか。お前、こいつに何をした。いや、何かした記憶は一切ないです。洗脳ぐらいだったよ、あれ。洗脳レベルだったよ、崇拝の仕方が。でも慣れ慣れしかったですかねって、それはいつ頃だって言って、なんかオークションの云々みたいな、後半あたりですかねみたいな、あれ怪しいよね。あれなんでわざわざ会話したんだろう。あれ関係ありそうだな。この先が配電室か。どうします、自分が言えば入れますが。その必要はないな。配電盤に仕掛けなどはなかったか。はい、時間が来るとブレーカーが落ちるような仕掛けがしてあったとの報告を引き継いでいます。あ、やっぱそういう感じなんだ。現在はその修理も終わり、正常に稼働中です。うん、それならばいい。配電盤に仕掛けがされてあったってことか。じゃあ1回は入ってるんだろうな。それだけでいいんですか。
仕掛けがしてあったということは、停電が起きた時には配電室にはいなかったということだ。まあ確かにそうだね。仕掛けがあったという事実さえあれば、わざわざ現場を見る必要はない。そういうもんなんですか？俺が調べているのは、怪盗赤ずきんが誰に変身していたかだ。どうやって停電させたかではない。なるほど、確かにそうですね。では次の場所へ行くぞ。了解です。メモに情報に配電盤の仕掛けが追加されました。さて、ここで集められる情報はこれで終わったね。よし、じゃあマップ行って次はロビーに行きましょう。さあロビー、まあ、通路はねやっぱりあの動く石像があったんで、多分で鏡もあったんで相当大事なんで最後なんでしょうね。でロビー調べるところが3つもある。行ってみよう。